数々の困難を突破し、サンジを奪還したルフィたち麦わらの一味。ビッグマムの縄張りから脱出を試みるが、敵の激しい追撃を振り切れずにいた。一方、ウェディングケーキ運搬を任されたベッジは、食い患いのビッグマムをルフィたちから遠く離れた島まで誘い出すことに成功する。ここまで引きつければ問題ない。野郎ども、撤退だ。あとは黒足とプリンのケーキの味次第。死ぬほど美味しい。これこれ、ウェディングケーキ。ウェディングケーキの甘みに満足し、正気を取り戻したビッグマム。直ちにルフィたちへのさらなる追撃を開始する。大艦隊に包囲され、ここまでかと思われたその時、ルフィたちを救うべく現れたのは太陽の海賊団だった。彼らはかつてのジンベイの仲間であり、ジンベイはたまらずルフィにしんがりを願い出た。ルフィ、わしゃあいつらを置いてはいけん。この船の最後尾、わしに務めさせてくれ。忘れんな、ジンベイ。お前の船長はもう俺だぞ。死んでも死ぬなよ。ジンベイたちの尽力により、ルフィたちはビッグマムの縄張りを脱出。ゾロやキンエモンの待つ次なる目的地、ワノ国を目指す。その途上、ルフィは世間から再び大きな注目を集めていた。四皇の一角に大打撃を与え、その幹部をも倒したことで賞金額も。ちょっと待ってください、ルフィさん。あなたの懸賞金額15億ベリーですよ。その頃、ルフィを取り逃がしたビッグマム、ワノ国を支配する百獣海賊団の長、カイドウと密談していた。いいね、麦わらの首は俺が取る。邪魔すんなよカイドウ。あの小僧に恨みがあるのは俺だ。来るなら殺すぞリンリン。一方、先にワノ国に潜入していたゾロ、ウソップ、ロビン、フランキー、彼らはキンエモンの指示でカイドウの動向を秘密裏に探っていた。だがゾロの持つ黒刀シュウスイが紛失したワノ国の国宝であったため、窃盗犯とみなされたゾロはワノ国全土で指名手配されてしまう。そんな騒ぎも知らず、ルフィたちはワノ国に到達。荒波に揉まれるうち、仲間とはぐれてしまったルフィは一人ワノ国を探索する。ぼちぼち時間だ。不法入国の船に指名手配中の浪人の逃走か。ホーキンス、今すぐそいつを捕らえろ。カイドウさんにはまだ言うな。は、おそらく浪人の正体は麦わらの一味の一人、海賊狩りのゾロかと。であれば麦わらの一味が他にも潜り込んでいるはずだ。ドレーク、一人残らず探し出せ。承知した。おい、サンジ、みんな。くそ、ここどこだ。あそこにいんの。この声はルフィ。来てたのか。やっぱりゾロだ。久しぶりだな。みんな一緒か。ああ、はぐれたけどまあ無事だろ。やはり指名手配の浪人とはお前のことか、ロロノアゾロ。あ、お前は麦わら。お前もか。観光ならやめておけ。お前らが来ていることは知れ渡っている。麦わらの一味、上からはまとめて捕獲しろとの命令が出た。すでにドレークがお前らの仲間を追っている。捕まるのも時間の問題だろう。なんだと。この国では強者につくか、
従わず逃げ回るか、それだけだ。金右衛門の話はこうだ、ルフィ。騒ぎは起こすな。よし、じゃあちゃんと後で謝ろう。こいつ倒してみんなを助けに行くぞ。お前たちが生き残る確率 19%。 さてゲームを始めようか。敵の目を引きつけ、それで戦力を分散できる。Oh!
散って楽になる。もう邪魔する奴はいねえな。よし、先に進もう。部下たちでは拉致が開かない。そうだが、この状況で潜入していた麦わらの部下は捕獲完了。
手が足りないな。反省しよう。こいつも不甲斐ねえな。おい、ジャック。カイドウさん。あんなガキども相手に何を手こずってやがる。竜、なんだあれ。カイドウ。カイドウって竜なのか。やつの能力だ。カイドウは巨大な竜に化ける。えっ、やれや、てめえ何やってんだ。おい、カイドウ、ぶっ飛ばしに来たぞ。お前は。俺はルフィ、海賊王になる男だ。ゴムゴムのエレファントガン。人型に戻った。Yeah.
何の王になるだと？小僧。あの麦わらが一瞬で、やはり化け物か、カイドウ。おい、ぼーっとしてる場合じゃねえ。ルフィを早く助けねえと。待て、ゾロが。闇雲に突っ込んでいっても奴は。お待ちくだされ、ゾロ殿、ロー殿。キング。もはや山の国は敵だらけ。どこもカイドウの息がかかっておる。今単独で行っても捕まるだけでござる。けどよ、カイドウならあの場ですぐにとどめを刺せたはずだ。始末せず連れ去ったということはきっと何か狙いがある。今は焦らず一度体勢を立て直すべきだ。モモノスケ様と残る皆は合流しておでん城に集まっているでござる。一旦引き上げ、次なる策を講じようぞ。いいじゃねえか。110のカイドウ、麦わらのルフィを捕縛。その一大ニュースはある情報筋から密かにワノ国国外へと伝わった。ドレスローザでルフィと共闘し、麦わらの一味の傘下に加わっていたバルトロメオとキャベンディシもこの事実に衝撃を受ける。ルフィ先輩が捕縛？ありえねえ。何かの間違いでねえか。なんだと、麦わらが。カイドウ、それほどまでに強いとは。ルフィの身を案じる二人はすぐさまワノ国に向けて出航する。カイドウ、お前、俺との約束破りやがったな。ルフィを追い、ワノ国に上陸寸前だったビッグマムはカイドウに出し抜かれたことに怒りをあらわにする。一方、海軍本部はワノ国が世界政府非加盟国であるとして黙殺を決め込む。しかし事態を重く見たフジトラはある密命を下す。麦わらがカイドウに捕まってビッグマムも黙ってないでしょう。すでにワノ国に上陸寸前って報告がある。四皇同士の激突が世界にどんな影響をもたらすか分かりやせん。ワノ国で麦わらの一味の支援をしちゃくれやせんか。あの連中とまた手を組むのは正直うんざりだが、あんたの頼みとあっちゃ仕方がねえ。だがそもそもワノ国は国外との交流を断った鎖国国家である。かすかではあるが、情報が流出したのはある海賊の陰謀によるものだった。ぜははは、下準備はうまくいった。だがそう焦ることはねえ。おい野郎ども、出航の準備だけしておけ。そして動き出す者がもう一人。さて、そんじゃ向かうとするか。あまたの強者が続々と集結する和の国。今ここで一大決戦が幕を開けようとしていた。こうしちゃいられない。待ってろルフィ、俺が必ず助けてやるからな。ぼちぼち時間だ。しかし見れば見るほど陰気な場所だな。ここには我らが主君光月おでん様が残した名状がござった。
今や見る影もないが。ゾロ、トロ、久しぶり。どうしたんだ、みんな暗い顔して。何かあったのか。さて、どこから話せばよいものか。麦わら屋がカイドウに挑んでやられた。え、ルフィが。こうなっちまったら潜伏する意味はねえな。これ以上敵に手を打たれる前に動くべきだ。ああ、何にせよ麦わら屋の救出が最優先だが。なるほどな、お前らの考えは分かった。お前らは白領や。今お前らに代わってる時間は。待ってください。あなたたちと争いに来たわけではありません。私たちは協力を要請しに来ました。協力だと。また海賊と手を組むなんざ不本意だが、それが大将藤虎からの指示だ。お前ら四皇ビッグマムとその部下たちが和の国に向かってきていることは知っているが。ビッグマムが和の国に。海軍の目的は四皇の衝突を最小限に抑えることです。そのために我々が派遣されました。しかし麦わらがカイドウの元にいたんじゃ、奴を追っているビッグマムとの衝突がより大きくなる。私たちも麦わら救出に協力します。この和の国での目的を果たすまではお互い休戦としましょう。またお前らの手を借りるのは尺だが、ビッグマムが来しまったらいよいよ手がつけられねえ。ビッグマムが和の国に接近していると知れば、カイドウたちは間違いなく動く。ああ、その隙をついて麦わら屋を助け出すぞ。ああ。もう、ゾロ先輩。いやあ、久しぶり。お前ら、どうしてここに。どうしてって、ルフィ先輩を助けに来たに決まってるべ。君たちは知らないだろうが、麦わら捕獲の事実はもう世界中に知れ渡っている。ルフィ先輩および一味の皆様のピンチとあらば駆けつける。それが俺たち麦わら大船団だべ。ん、誰だお前ら。チョッパー先輩。うわ、なんだお前。騒がしいな、何があった。ささ、サンジ先輩、ナミ先輩にブルック先輩も。ドレスローザでお会いできなかった皆様とのご対面、こんな幸せめったにねえべ。ありがとよ。麦わら大船団ね、助けてくれるなら心強いわ。俺絶対ルフィ先輩たちを助け出しますから。おいでな、そのサインくれますか。やれやれ、君は本当に品がないな。少しはこの僕を見習ったらどうだ。なんだとキャベツコラ。こいつら本当に頼れるのか。皆さん、部下から報告です。ビッグマムの和の国接近を知り、百獣海賊団が動き始めたようです。タシギちゃん、ありがとう。俺たちも動くなら今だな。百獣海賊団の隙をついてルフィたちを助け出すぞ。待っててくんだ先輩方。必ずや一刻も早くお助けいたしますだべ。
マムが現れるまでなんとルフィ殿の居場所をつかむでござる。敵を縛り上げて情報を引き出せ。職務を全うしねえ。敵の変発ホワイト。てめえ、うちの船長がどこに囚われてるか知ってるな。知りません。ただ向こうの方が警備が厳重だから。もしかすると、麦わらの奪還は連中に任せときゃいい。僕たちは敵を足止めするぞ。はい、スモーガーさん。急がないとビッグマンが来ちまう。多少の手荒な真似は仕方ねえよな。見つけたら鐘を鳴らして知らせるんだよ。
麦わら屋が見つかったと思って金の方へ向かうはずだ。ここも早く助け出されば。来たな、ビッグマム海賊だ。町への侵入を許した。衝突は免れ、被害が広がる前に止めるべきだ。舐めるなよ。動きを握れ。あれは
麦わらが、どうやって騙されるな。あれは敵が作った偽物だ。俺聞いた話で鬼ヶ島へ護送されたと。鬼ヶ島？じゃあそこまで言ってやる。お前たち麦わらの仲間を始末しときな。ママに何度も報告する。私に怪我させた祭りお兄ちゃんが黙ってないからね。強敵だ、油断するな。すごいことになってるな。ではなぜまあお前たちと同じだ。四皇同士の衝突を最小限にしに来た。そんな動きもあるしな。麦わらなんだ。隠した見ちゃいない。当然だ。海賊王になる男の仲間だ。どうぞ。ここまでやると、お前らを見くびりすぎていたよ。ああ、アンちゃん、後でちょっと時間くれるか。元海軍大将が俺に何の用だ。お前と話すことなどない。まあ、そう言いなさんな。アンちゃんの海賊団の今後に関わるかもしれない話だ。どういうことだ。似合わなかったか。早く追わねえと。ルフィはすでに鬼ヶ島へ護送済み。ビッグマム海賊団も後を追っている。状況は最悪だ。早く何とかしねえと四皇の直接対決が起こるかもしれねえ。俺たちも急いで後を追うぞ。お兄ちゃん、もう足止めはこれくらいで十分でしょ。ペロス兄も鬼ヶ島へ向かったし、私たちも早く。待て、ブリュレ、少し用がある。青生地。話とは何だ、青生地。要件次第で。まあ落ち着きなさいよ。時にあんちゃん、四皇二人がここで争うことの意味、考えたことあるか。どういうことだ。仮にだ、ビッグマムとカイドウがこのまま潰し合って一番得をするのは誰かって話だ。例えば他の四皇、特に最近四皇入りした新参者にとっちゃ格好の攻め時だとは思わねえか。まさか黒ひげか。青生地、お前何を知ってる。
そういう可能性もあるんじゃねえかってことよ。そうなったら麦わらどころじゃなくなるんじゃねえか。まあどう判断するかはお前らで決めな。忠告はしたぞ。お兄ちゃん、カイドウに黒ひげまで加わってはさすがのままでもただでは済まない可能性がある。そうなる前に俺たちで麦わらをママの元へ届けるぞ。